優秀賞賞を受ししました田畑優衣ですここに来るまでにもちろん優秀賞を取るつもりでこのオーディションに臨んだんですけどでもやっぱり実際来てみると経験者の方が多くいたり年上の方しかいなかったりでちょっとプレッシャーもあったんですけどでも自分なりに楽しもうと思ってえー、とオーディションに臨んでそれで。 この優秀賞という結果をいただけてえっと今はまだ16歳で若いからこの先も長いけどでも周りに比べて経験が少なくてそれが弱みになってしまうと思うのででもそれの若さに甘えずこの賞の名に恥ぬように頑張っていきたいと思いますありがとうございました私は過去に声優という存在に何度も何度も助けられてきたので私も 誰かを助けられて、そして今何らかの理由があって、笑うことができていない人たちの心に光をさせるような存在の声優になっていきたいと思っています。休憩時間とか終わった後とかに SNS などでコメントを見たら優しくて温かいコメントがたくさんあって、私はすごくいろんな人に支えられてここまで来れたんだなっていうのを実感したので、 その応援を無駄にしないようにこれから頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします